こんなにたっぷりのお肉が一度に焼けます。たっぷりの野菜2段で同時に任せて調理、こんなに一度にたっぷり出来上がるんです。とってもボリュームのある一品が一度に完成しました。こんにちは、私はシャープの調理機器のメニュー開発を担当している福岡と申します。よろしくお願いいたします。それでは新製品ヘルシオンの新しい特徴、新任せて調理をご紹介します。ヘルシオンの任せて調理はメインのお料理と付け合わせが一度にできて美味しくて便利とご好評いただいております。よくお使いのお客様から一度に作れて便利だけど食べ盛りの子供がいるとちょっと足りなくてですとか、人が集まる時に何度も作らないといけないというお声を頂戴しておりました。そこで新製品のヘルショーでは上段でたっぷりのおかずを作りながら下段で温野菜を作れるようになりました。これまでのヘルショーは下段で市販のお惣菜を温めるということはできましたが調理はできませんでした。新製品のヘルショーはなんと下段でも調理が可能になりました。今まではこれだけ、新しいヘルショーではこんなに作ることができます。ではここで任せて調理についておさらいします。毎日のお料理作りを楽にする任せて調理の3つのポイント。まず1つ目、1人分でも4人分でも分量が変わっても OK。 2つ目、好みの食材を乗せても OK。 3つ目、冷凍の食材が一緒でも OK。 これらを角皿に並べるだけであとはヘルシオが美味しく調理してくれます。例えば豚肉と野菜を並べてヘルシオに入れるとポークステーキと付け合わせの焼き野菜が、ハンバーグと野菜、卵を乗せてヘルシオに入れるとハンバーグと添え野菜、ゆで卵が同時にできます。角皿に焼きそばの麺とカット野菜、豚肉を並べてヘルシオに入れると焼きそばが、鶏肉とカットした野菜をザルに入れてヘルシオに入れると鶏肉とキャベツの蒸し物が出来上がり、このように網焼き上げる、焼く、炒める、蒸す茹でる、この4つのキーから様々なお料理を作ることができます。それでは新任せて調理をお料理をしながらご覧いただきたいと思います。本日は鶏の照り焼き、ポテトサラダ、さらにもう1品を一度に作りたいと思います。今日のメニューの材料をご紹介します。鶏の照り焼き用の鶏肉、つけだれ、ポテトサラダのじゃがいも、人参と、きゅうりと彩りのプチトマトと、もう一品のきのこたちです。ポテトサラダにはやはりゆで卵って必要ですよね。ヘルシオはなんとゆで卵も作れちゃうんです。卵、冷蔵庫には大抵残っているので今日は一緒に加熱したいと思います。野菜室を除くとこういう使いかけのかぼちゃとかありませんか？こういうものも一緒に焼けちゃうので今日はかぼちゃも付け合わせとして焼きたいと思います。肉にタレを染み込ませていきます。まず下段から準備していきます。ポテトサラダの野菜をのせます。続いてきのこにバターと醤油を垂らして包んでいきます。空いているスペースに卵をのせます。これで下段の準備が完了です。続いて上段の準備をしていきます。網を並べます。漬け込んでおいた鶏肉を並べていきます。今日は任せて調理の良いところ、冷凍した
お肉も解凍せずにそのまま乗せて焼くことができることをご覧いただきたいので、冷凍しておいた鶏肉を一緒に盛り付けたいと思います。本日はこちら、このように網に乗せるだけ、これで準備が整います。早速焼いていきたいと思います。まずこちら、水タンクにあらかじめ水を入れておきます。上段のメインのお肉料理、こんなにたっぷりのお肉が一度に焼けます。下段はこれだけたくさんのたっぷりの野菜を一度に調理できます。このようにして2段で同時に、上段で任せて調理、下段でたっぷり温野菜、こちらが調理できます。火操作をしていきたいと思います。上段は網を使っているので、こちらの網焼き上げるを押します。2段調理なので、下段で同時調理、こちらを押します。たっぷり温野菜を選んでスタート。あとはヘルシオにお任せ。出来上がりました。どんな仕上がりか見てみましょう。こちらが下段の温野菜です。上段のメインのお肉、しっかり焼き色がついて美味しそうですね。見てください、こんなに一度にたっぷり出来上がるんです。鶏肉もツヤツヤしていて美味しそうですね。こちらのキノコのバター醤油もちゃんと火が通っています。ポテトサラダのゆで卵はホイルを剥いて冷やしてから殻を剥きましょう。ポテトサラダのじゃがいもと人参はこのようにホイルごと持ち上げてボウルに入れます。あとは塩コショウをして、きゅうり、ゆで卵を足せばポテトサラダの出来上がりです。任せて調理プラスたっぷりお野菜の完成です。1人分お肉1枚というとってもボリュームのある一品が一度に完成しました。鶏の照り焼きとポテトサラダ、付け合わせのきのこバター、ボリューム満点の献立です。上下2段をフル活用、任せて調理プラスたっぷりお野菜でこんなに一度にたくさんのお料理を作ることができます。こんなに一度に作れちゃうって本当に嬉しいですよね。任せて調理があれば毎日のご飯作りがもっと楽になります。ぜひお試しいただきたいです。